お世話になります、一人でございます。今回はガラル宿の進化方法が早速ツイッターで共有されていたので、その情報を改めて共有させていただきたいと思います。まずガラナツの枝というものを8個集めて、それでワークアウトの海にいる女性に渡すことで進化できるみたいですね。至ってシンプルなので早速枝集めていきたいと思います。でガラナツの枝っていうのはこういうなんか木の下とかにあるところから拾えるみたいですね。あ、拾いましたね、早速。ガラル地方の一部に生えるガラナツという木の枝みたいな感じなんで、こういうところで拾っていきましょう。はい、ここ、あ、特選リンゴか、硬い石か、拾え、あ、モンスターボールか、ネストボール、来い、小さいキノコ。いや、意外と確率低いっすね。全然見つかんないっすね。オッケーオッケー、知力の羽で拾おうとしたら、この集中の森とかだと木がいっぱいあるので、割と効率よくねできるんじゃないかなと思います。あ、ガラナツの枝行きましたね。来い、斉藤さんいる、なぜか。あ、ガラナツの枝来た。ここかな、大きなキノコ。モモボングリダメか。オッケー、くっつき針。ガラナツネダもう一回来ましたね。でもっと効率いい方法、これズルですけど、ワットバグまだ使えるみたいですので、これで、このように願いの塊を必ず投げて、それで開いてみんなで挑戦やりますよね。それでホームボタンを押して、設定から日付で1日進めるやつ、私やったらできましたので、これまだ残ってるってことは、しかも使えってことですね。要はダウンロードコンテンツになってもまだ残ってるって異常ですからね、はっきり言って。でこれでやめろ押して、それでもう一回ねやると、これってどうなるかっていうと、ここの状態がリセットされて1日進んでるわけじゃないですか。ですからこういうね落ちてるものが復活するってわけですね。なのでより効率よくね集められるわけでございます。集中の森でやれば、さらにね効率よくできるんじゃないかなと思います。そうすればガラナツの枝結構早く集められると思います。ずっとこの中でやって、一通り集めたらまたワットバグやってみたいな感じでやればいいんじゃないかなと。まあこれはあまりおすすめはしません、一応バグなので。私はやります。来い、大きなキノコ。いや、この自転車のさ色とかで見分けがつかねえな。来い、小さなキノコ。来い、青ボングリ。オッケー、来い、ガラナツの枝来た。オッケー、あー来ねえ、押し来い、あー来てくれ、あーダメか、赤ボングリ。オッケー、来い、あーダメだ、来ないね。来い、来てくれ、来てくれ、ダメだ。オッケー、来い、ダメだ、意外と来ねえな本当に。オッケー、来い、マジか、確率めっちゃ低い。オッケー、大きなキノコ、マジか。来い、ダメだ来ねえ。オッケー、あーダメだ、来い、あ、オッケー来た、よし、来てくれ、ダメだ、大きなキノコ、でっけ、あ、こいついいんじゃん、マジか。来い、ダメだな、来い、来い、オッケー、これ揃ったかな、あと1個だ、来い、ダメだ、来てくれ、頼む、来い、オッケー来た、8個揃いましたね、ようやく揃いました。かなり時間かかりますね、6、7個に1個っていう感じですか。あ、ゾロアじゃん、マジか、捕まえとこ。はい、で枝を集めたら、この駅の右側ですね、右側にある、あそこの先にある、なんかくぼみがある島みたいなのあるじゃないですか。あそこに行きます。ずっと直進していけば行けますので、すぐ行きましょう。はい、ワークアウトの海ですね。ここの先ですね。この島に上陸して、お姉さんがいますので、宿もいますね、ついでに。こいつに話しかけるとどうやらできるみたいですね。ガラナツの枝を編んでね、編んでね、ブレスレットができるの。箱くれたらガラナツブレスを編んであげるよ。ありがとう。オッケー。これで網網してくれて、あ、ほやほやよということで、あ、ガラナツブレスを手に入れたということになりましたので、やっていきましょうか。ガラルナツの枝を編み込んだブレスレット、言いにくいな、ガラル地方のヤドンにつけてあげると喜ぶということで、やっていきましょう。これで、はいはいはい、ブレスを、あ、使う、あ、1レベでいけんだ、じゃあこれ使います、使っていきましょう。あ、使えんだ、1レベのヤドンも進化できるってことですね、別に。うわ、じゃあレベル関係ないんすね。オッケーオッケー、すげえわ。じゃあ次、冠の雪原でも別のやつ使って進化ってことですよね、多分。うわー、すげえ、進化した、本当にヤドランに進化したぞ。なんか覚えんのかな。覚えねえんかい。シェルダーに噛みつかれた刺激と体内のスパイスが化学的に反応して毒タイプになった、だってよ。あ、なんか覚えんのかな。シェルアームズを覚えましたね。で、内容はどうなってるかと言いますと、毒エスパーでございまして、クイックドロー、相手より先に行動できることがある。あ、じゃあ先生の爪みたいなもんか、これは別に。で、それで体当たり呪いシェルアームズでございます。シェルアームズは
物理か特殊かより多くダメージを与えられる能力で攻撃する毒状態にすることがある。あ、これは言われてたやつですね、すでに。はい、まあじゃあそんな感じで、今回、進化の方法解説させていただきました。こいつは特性はクイックドローですが、進化させるのに結構時間がかかるので、スロードローと私は今後呼ばさせていただきたいと思います。